タコタコ付きです。今日はタコ付きに来ております。おはようございます。ひでくんが登場です。デイ3。もうね、声が枯れてます。今日寝起き。どうぞ我が家へ。元気です。こんな感じ。シャカサンスクリーン早速使ってます。かっこいいよこれ。でしょ。ででん、ほらシャカブランド。あー、チョコいい匂い。これはね、子供も嫌がらないよね。目も痛くならないっすんだ。鼻筋に。で、取れにくいと。はい、ちょっとこれをつけてやっていこうと思います。シャカブランド。はい、では今からですね、家の結構目の前なんだけど、タコ付き行ってきます。まず着替えて、うん、そして帽子ね。 OK。 そして最後ね、今日はね GoPro を頭につけて、これで撮影していきます。ここね、せーの、 OK OK。 GoPro 電源オン。 OK。 GoPro 撮影ナイス。そして道具、道具、道具はね、今日も海の達人ひでくん、どうぞ。めっちゃ本格的だから来た来た。そして道具の紹介でございます。今日使う道具はこちら。はい、今日タコなんでね。はい、スピア。はい、まあこういうゴムがついてて、いたら引いて、ドーン。まあこんな感じですね。 OK。 そしてこっちもね。こっちもこれスリープロングスっていうんだっけ。そう、これでタコをゲットします。じゃあ早速行ってみましょうか。行こう行こう。そうだ、言い忘れてた。つうか GoPro 撮影ストップ。 OK。 ここに大事なのがマスク、そして手袋。意外とね、岩場リーフを掴んだりするんで、あとタコと格闘するとき大事です。そして基本的にタコがいるのはリーフエリアなので、こういうリーフブーツがあるといいです。本当はね、ひでくんみたいに長ズボンのウェットもあった方がより良い。でも俺は忘れてしまったので素足でございます。おお、来た。完全装備のひでくんが来た。ほら、こんな感じでローカルはね、ここまでやります。潜るときここまでやる。やっぱフルフェイスと、うん、は違う。大事な。やっぱね、耳が隠れると体温が奪われないから、すごいあったかい。なるほど、ね。で、岩穴の中入った時にゴリゴリやっても頭痛くないの。意外と。そんな入んの？岩の中？岩の中こういって頭当たると結構ね痛いよ。痛いのよ。でこれあるとすごい。すごいよね。めっちゃ暑いね。そしてこれがね、海に向かう小道。めっちゃ良くないこれ。憧れマックスだよ。マイプライベートビーチみたいな。そしてここを降りるためにひでくんがダダーンはしごを用意してくれてる。大事。そして向こうに見えるのがほら、ダイヤモンドヘッドです。ダイヤモンドヘッドの裏側ね。それ真ん中でね、サーフィンしてるね、あそこね。あそこに行くには、ボートでチャーターして、ちょっとしたところまで連れてってくれるっていうサービスもあります。よし。結構あるね。これすげえ浅い。タコゲットには穴を見つけて、そこを突っついていくのがいいんですけどね。穴を見つけないといけない。あと食べ物が周りに落ちてたりすると
いいんだけど、潮の流れでね流れちゃったりする可能性もあるんで、まあまあじっくり探しかないっすよ。行ってくる。どこの方がいいのかな。あんまり行っちゃうとね意味ない。そうそうそう。オッケー。意外とね潮の流れがあって同じところに留まるのが難しいんですよ。すごい格好だね。浅瀬で濁ってるからねちょっと見にくかったりもします。でもこれ見つかった時が嬉しいのよ本当に。その瞬間のためにやってます。そして美味しいんですよ。頑張るぞ。だんだん雨降らしみたいのがいたね。可愛かった。カタツムリみたい。1時間経過しましたけどなかなか見つかんない。そして水温が意外と低かったりしてですねちょっと寒くなってきちゃった。なかなかたこ焼きまではほど遠いですね今のところ。ちょっと寒いからさもう上がろうと思ったんだけどハプニング。はしごがない。え、どういうこと。ここだよな。あれ、はしごがなくなっている。え、潮が上がってきた。違う、流された。ちょっと待って、やば、どういうこと。パニック。え、やばいやば、潮が上げてきててはしごが埋もれてる。あ、GoPro、 あ、サングラス。やばい。ちょっと待って、ピンチ。ほら、ここにはしご置いたのになくなってるよ。え、あ、ほらあ、やっぱ焦った。おお、あったよ、はしごが倒れてた。ってことはタコどころじゃなくなった。サングラスを探せ。オーケー。おかえり。ちょっと今日は仕切り直しですね。そうですね。悔しいが。カニもいたのよ。あ、本当。うん。てかサイズがね小さかったのね。ああ。しかなかったから。へえ。それは取れないサイズだから。そうかそうか。今回は置いてきました。残念。ね、で見つけたらこういう風なね、重りとか落ちてるから。おお、本当だ。あの拾って帰ってきて、これゴミになっちゃうから、みんな見つけたら回収してくる感じだね。だね。ね、常に。まあ今日はタコを取りに行ったというより、重りを回収しに行ったんだよね。そう。気になってたよずっと。あ、そっか。やっと見つけられた。よかった。とりあえず第1回目ということで悔しい。
ということで1回目は1回撤収しましょう。勇気ある撤退でここは。トライ。ああ、寒そうだったもん。終わった。ウェット着ていこう。ね、ちょっと一回目の失敗は改善してきますよ。どんどんこれから。ウェット着てフィンだね。そうね。フィンも必要。あとちょっと道具は失敗した。機材。やっぱ iPhone 持っていくのは難しいな。ちょっといろいろ改善します。